確定じゃない情報があったかも事実のような形で回っちゃってたりとか、まあ、むしろ結構ネット世論を見ていると今回殺人を犯した涌井さんに対して同情的というか、まあ、同情するだけならまだしも女性に対し殺されて自業自得殺されて当然詐欺師が1人死んだだけみたいな意見が多数見受けられるんですね、まあ、その原因として憶測や拡大解釈されたようなものがかなりの数拡散されてしまってっていうのはあるんですが、まあ、大きく分けて平沢俊乃さんが結婚詐欺師だった とか平沢俊之さんが枠井容疑者から金を受け取った後ストーカー扱いして通報したとか金もらってとんずらこいたみたいな大事な車を売らせてどうたらこうたらみたいなまあ、正直今の段階では何か確定的なことが言えるわけではないのですがまあまずはおさらいというかこの件ちょっと時系列を追って見ていこうと思いますまずこの二人が知り合ったきっかけとして枠井容疑者の父親によると出会いが K-POP アイドルの推し活だったっていう話とか、まあ、ガールズバーで知り合ったっていうのがあるんですがまあここら辺はそんな重要じゃないんでどうでもいいとして 知り合ったのが約4年ほど前ということで。 大体2020年頃から涌井容疑者は被害者女性のガールズバーに通っていたと当時のガールズバーで勤めていた従業員さんによると涌井容疑者大体週に23回ぐらいのペースで来てたみたいです週に23回って結構なペースだよな涌井容疑者の父親の話ですが結婚する気があるならお金を持ってこいと被害者女性が涌井容疑者に対して言ったらしく2021年11月15日にバイクの売却先が決まったとフェイスブックにて投稿翌月の2021年12月16日に車を売却 逆ということで同じくフェイスブックの投稿があります。や働き性価値高い車らしいじゃん。なんだっけ？NTR？NSX ですね。まあ、車をいじるとねちょっとブーブーの界隈がブーブー行ってくるんで控えましょう。でまあおそらくこのバイクと車を売ってお金を作ったんでしょうね。2021年12月28日に被害者女性である平沢さんが 新店をオープンさせているのでここは憶測になりますがまおそらく車を売却した12月16日から店がオープンする12月28日の間でお金の受け渡しがあったのかなと思われますしかしですねまあどうしてこんなことになってしまったんでしょう日にちは不明ですがまあお店の営業後のものになるので12月28日か29日か30日か分かりませんが平沢さんから1回目の通報ということで一緒に帰ろうとしつこく言い寄り店の前で待ち伏せをしているという内容の1百刀番通報をする まあこれだけ見たらさ、まあ、これだけ見たら金もらっといて速攻ストーカー扱いして通報したわけでしょまあ、これだけ見たらこの女やったなって思われても仕方なないよなまあ確かにそうなんですよねただここで結構誤解されがちな情報があるんですけどこの時はあくまで警察から涌井容疑者に対しての口頭注意のみなんですよまあ、僕も最初勘違いしてましたし誤解されがちなのですがこの時点では枠井容疑者はこの平沢さんのお店を出入り禁止にはなってないんですよねここ一つポイントなんですけどまあ、もう一回ちょっっとざっくり時 涌、ね、井容疑者が11月にバイクを売って12月に車を売りましたとそれで月末の28日に平沢さんが新店をオープンでそのオープンしたその日か次の日か分かりませんがオープンして即攻で平沢さんが1回目の通報2022年新たな年を迎え1月2月は特に何もなかったっぽいですが、えー、2022年の3月ですね警察も定期的に平沢さんに連絡を取り安全確認を行ってましたがストーカー行為が収まった ということで平沢さん了承の下対応を終了しかしですねここで一件落着と思いきや同月同じく3月ですね枠井容疑者 度々店でトラブルを起こすようになり、これは元従業員さんの証言になりますが、平沢さんに対して体の関係を求めたりするっていうのが頻繁にあり、店を出入り禁止になってしまいます。まあ、この時にこれ情報源定かではないんですが、涌井容疑者が店で暴れたとか、店のものをぶっ壊したみたいな話も出てるのですが、まあ、それは情報の出どころが分かってないんでスルーします、ざっくり店でトラブルが重なり、まあ、平沢さんに対して体の関係を求めるようになってきてしまったと。 でそういうことがあったのでここで初めて枠容疑者お店を出入り禁止になるんですねでさらに翌月、4月ですね平沢さんから2回目の110番通報出入り禁止にした客が自宅前で待ち伏せしているとの内容の通報。 警視庁は翌月5月20日ですねストーカー規制法に基づいて書面で枠井容疑者に警告をしますしかしその後もつきまとい行為が繰り返されたことから5月25日にストーカー禁止法違反の疑いで枠井容疑者を逮捕書面での警告が5月20日で逮捕されたんが5月25ってことはもう警告受けたのに速攻でつきまとったのな枠井容疑者はこの逮捕で容疑を認めた上でこう証言しています女性のことが好きでいつか交際できると思って店に いてっただここもちょっと重要なんですがこの5月2日に書面での警告を受けて5月25日に逮捕される直前これも具体的に何日っていうのは出てないのですが涌井容疑者が川崎市の警察にこの件について相談していたんですね。 多額のお金を渡しているがお金を返してもらいたくて待ち伏せなどしたら警察から注意を受けた被害に遭っている私はストーカー犯と言われなければならないのかという内容だったらしいのですが捜査関係者によると警察署からは相談を受けたのみで何かしたという報告は上がってきてないとのことらしいんですねこれはもう警察の怠慢って言われてるとこよなそれもそうなんですねここもうちょっと警察がちゃんとしてればもしかしたらこの事件起きてない可能性もあるわけなんで でまあ、翌月、2022年の6月、ですね枠井容疑者は起訴猶予ということで釈放され、警視庁は2020年6月から翌年二千2023年6月までの1年間、ですね自宅での待ち伏せや店への入店などを禁止する命令を出しましたと。でこの1年の禁止命令が出ている期間中、ですね特に枠井容疑者からの接触やトラブルはなかったということで、禁止命令の期間が終了した後二2023年7月に平沢さんが期間の延長や対応の継続を希望しなかった なったことから、警鐘はストーカー事案としての対応は終えていたって感じなんですね。 しかし、ストーカー被害から解放されたと思っていた平沢さんですが、2024年5月8日ですね、自宅近くで和久井容疑者に待ち伏せされ、滅多刺しにされ殺されてしまうと、まあ、ここら辺んがまあ一連のざっくりとした流れになるわけなのですが、まあ、和久井さんの供述だったり、お父さんの証言によると、まあ、どうやら結婚詐欺の被害に遭ってるっぽいと、まあ、そういう情報が出回っちゃってるんですよね。でもここれ結結果的ににに違う可能性高くなないいい父親ととか周りの人間はは秋に結婚するんだみたたを吹ししてたらしいけど実際は付き合ってすら なかったわけじゃんそうなんですよね、警察の捜査関係者の調べによると、交際の実態は確認できていないとされてますよね、交際してないのに結婚するって、まあ、普通に考えたらありえないやん、交際実態がないってことは、まあ、例えば2人でどっかに出かけて、2人で撮った写真があるとかさ、まあ、LINE のやり取りだったりとか、まあ、今現在そういうのが一切見つかってないから、交際の実態がないって話になっちゃうわけじゃん、まあ、実際そうなんだろうけど、まあ、よくあるやん、いた客がキャバ嬢と勝手に付き合ってると思い込んでみたいなケース、まあ、あるあるよな、今回もまさにそのケースだろう。ま 付き合ってると思い込んでというか、まあ、2022年の5月にストーカー容疑で逮捕された時に涌井容疑者は。 女性のことが好きでいつか交際できると思って店に通っていた交際できないならその金を返してほしいと思いつきまとったと供述していることから付き合ってると思い込んでたってわけではないのかなとは思うんですよね <laughs> じゃあ逆にやばくねそもそも付き合ってすらないって自分で分かっていたにもかかわらず周りには俺結婚するんだって嘘を言ってたってことでしょただのほらふきじじイやんまああとは和食容疑者が被害女性に対して店で応援するために1000万以上のお金を渡してたってところですよね それさ結局どっちなんって話じゃね涌井の供述に一貫性がねえんだよ店を応援するために金を渡したとか言ってたり親には結婚するためにお金をよこせって言われたとか言ってみたりさっきの供述では何女性のことが好きでいつか交際できるとお店に通っていた交際ができないならそのお金を返してほしいと思いつきまとったとかさ事件後の供述では貸していたお金を返してもらいたかったとかさ結局何なんだよって。 お金を渡したのか貸したたののかか貸自分の父親には結婚するには金持ってこいって女に言われたとか言ってるけど警察にはその証言はしてないみたいだしでもっと言えば涌井は警察に対してはさ女の方からお金を要求されましたっていう供述はしてないんだよねってことは一方的に涌井が金持ってきてこれで結婚してくれって迫ったとかもしくはこれよくある話だけど付き合えると思って店に通い続けて金を使ってきたけどいざ女の方から付き合うつもりはないって言われた瞬間に だったら今まで店で使った金を全部返せっていうパターンもあるしまあどれも可能性としてはあるのですが間違いなく言えるのはこれも枠井容疑者がストーカー容疑で通報を受けた時ですね涌井容疑者は警察に対してお金を返してほしいだけだ。 と言ってるんですねでそれについて警察が被害者平沢さんに確認したところ店の料金の前払い金として受け取ったと警察に説明していることが分かっているので実際にお金を受け取っているのは間違いないんですよね。そうなんだてかその前払い金って何なんだよまあ文字通り前払い金なんでしょううね店で使う予定のおお金を先に払っておく 例えばシャンパンタワーみたいな CD が高額になるものに対して準備したけどやっぱりやめますみたいなのを防ぐために前金みたいな感じでもらっておくケースもあれば店で使う予定のものとしてあらかじめ前払いしてもらってその額の範囲内で飲食するっていう、まあ、イメージとしてはプリペイドカードに近いノリなのかもしれませんねうんなるほどね前払い金として渡したってことなのであれば枠井が言ってる店を応援するために渡したっていう話の方なら辻褄は合うな、まあ、ただここで問題になってくるのが 和久井ささんんがお金を渡した後、速攻でで店から通報されていることなんですよね。先ほどの2021年11月15日にバイクを売り12月16日に車を売ってるわけですが被害者女性が店をオープンさせたのが12月28日であることからおそらくこの金銭のやり取りは2021年の12月16日から 12月28日の間にされた可能性が高いのかなと思われるのですがこの一発目の通報の内容で被害者の女性は一緒に帰ろうとしつこく言い寄り店の前で待ち伏せをしているとの内容で百刀番通報しててその時に警察に対してしつこく言い寄られたり自宅の前で待ち伏せされたりすると話していることからおそらく店がオープンする12月28日にお金を受け取っていたのではなくもっとそれ以前ですね。で店をオープンする前から枠容疑者は平 さあさんの自宅の目の前で待ち伏せ行為をしていたとこれ通報自体は店かららしく時間帯も閉店後の時間みたいなんでで ここでちょっと誤解されがちな情報がいやいや前払い金で金もらっといて速攻警察に通報してストーカー扱いして店を出禁にするとは何事だみたいなお金だけもらってストーカー扱いしてとんずらここうとしてるだけやんけって思われがちなんですが実はそうじゃなくてそもそもオープン前の日から実際に待ち伏せ行為は行われていたと、まあ、ストーカー扱いじゃなくて、まあ、ストーカーなんですよねで12月28日に店がオープンして、まあ、実際通報したのがそのオープン初日なのか29日なのか30日なのかっていうのはちょっと わからないんですが実はこれ1回目の通報の段階では店は出禁にはなっていなくてそれ以降も涌井容疑者は店に客として訪れてたんですねあそういう感じなんだ金もらいました枠は用済みになったから速攻通報して出禁にして金だけもらってせしめたみたいな話になってるけどそう出禁にはなってないんですここ結構誤解してる人多くてまあ僕も最初誤解はしちゃってたんですけどで、まあ、1月2月は普通にお客さんとして訪れててしかし 3月のどこかの時点で、涌井容疑者と店側がトラブル、元従業員の証言ではトラブルが重なるようになり、涌井容疑者が平沢さん、被害者女性に対して体の関係を迫るようになって。 この時点で初めて出禁になるんですよね、まあ、中には枠井容疑者が店の中で暴れて店のものを壊したとかそういう話も出てたのですがそれに関してはちょっと情報源がよく分からなかったのでスルーしますね、まあ、なので1発目の通報以降1月2月おそらく3月上旬頃ぐらいまでは特にトラブルなく普通に店に来てたとその間は特に問題を起こしているわけではなさそうなんですね一応3月の何日かは分かりませんが警察と平沢さんの相談のもとストーカー行為は収まり警察庁の 対応終了ということになっているのでおそらくその間はつきまといとか自宅で待ち伏せするようなことはなかったと思われるのですがその警察の対応が終わってからなんでしょうね店でトラブルが重なったり体の関係を迫るようになったっていうのはその以前からトラブルやこうやらせろみたいなのことがあったのだとしたらストーカー行為で収まったっていうふうにはならないと思うのでじゃああれか警察の対応が終わったから、まあ、今までいい子ちゃんにしてた反動でやらせろこの野郎みたいな状態になったって感じか。まあなのので、まあ、ちょっとその前払い金の話にも 戻るのですが。 12月末にまず一度目の通報をされてから3月に未成出金になるまでの間のお会計はおそらくこの前払い金からされていたのかなと思うんですよねこの間いくらぐらい使ったとかはわかるのいや分からないんですよね私たぶん全部使ったって可能性もありますしまあ残ってる可能性もありますまあ残ってる可能性の方が高いですまあ残ってる前提でまあこの前払い金についてまああくまで僕の推察にはなるのですがまず前提として枠井容疑者が被害者女性に対して 具体的にいくら渡していたのかっていうところが分かんないんですよねまあ、なのですが和久井学び容疑者の父親によるとバイクが600万円で売れたとあるので で車の値段はちょっと話してなかったのでわかりませんがまあ推定で1000万ぐらいで売れたんじゃないかっていう話が多かったんでまあ正しい金額ではないかもですがバイクと車合計で1600万円ほどになってたんじゃないかなと思うんですよねでそのお金をそのまま平沢さん被害者女性に渡したのかどうかはわかりません基本お店でのお会計は何枚かのカードを使って支払いをしてたって話もありますし当時からわかりませんが消費者金融なので何百万借りてるっていう話を本人がしているのは あるのでそのうちのいくらかを借金の返済に充てた可能性もありますしその逆で借金してさらに金を上乗せして被害者女性に渡していた可能性もあるのでうーんでもそれはなくない 枠井の供述内容は店を応援するために車やバイクを売って1000万以上渡したって内容じゃん借金してまでお金を作って渡したとか貯金を繰り傷してお金を渡したとかそういう供述はないわけでしょまあそれもそうなんですよねただ僕がここで引っかかったのはどちらか車やバイクを売って1000万以上渡したっていうところのこの1000万以上っていうざっくりした金額を枠井容疑者が言ってるところなんですよねそこ 自分で金渡しすぎて結局いくら渡したのか分からなくなっちゃってんじゃねえのまあでも仮に車とバイクを売って合計で1,600万だったとして。 1>, そう1回でその金額を渡してたのだとしたら1000万以上なんてざっくりとした金額まあむしろ低い金額なんでそういう言い方はしないと思うんですよね普通に1600万円ほど渡したとかまあこの数字はこの1600万という数字はあくまで推測ですがまあ何百万なんてそんな端数で切り捨てるような数字ではないと思われますしだから1回でポンと1600万を渡したんじゃなくて何回かに分けて金渡したとかじゃないのまあその可能性もありますが涌井容疑者の経済状況を考えるにまあ多くてバイクを売った時と車 車を売った時の2回ぐらいいしかないと思うんですよねあーまあ確かに貯金を切り崩したとかそういう話もないもんななので2回に分けて渡したのだとしてもそういう1000万円以上とかいうざっくりとした金額にはならないんじゃないのかなとまあでも実際そのバイクは600万で売れたって話はあるけど実は車は500万ぐらいでしか売れなくて急いでたからなおさらねでまあ合わせて1100万ぐらいを渡したっていうのをまあざっくり1000万以上渡したって言ってる可能性もあるよなまあもちろんその可能性も捨てきれないですまあ、ただ一応1600万円ぐらいで売れ と仮定してそのお金を直接、平沢さんに渡していたのだとして、でそこでさっきの前払い金の話に戻るのですが、涌井容疑者の供述で唯一一貫しているのは、お金を返してほしかったってところなんですよね、平沢さんも枠井容疑者から店の前払い金として受け取ったと言っているので、ここは間違いありません。 で、仮にそれが1600万という金額を前払い金で渡していたとして、店がオープンした12月28日から店を出金になる、おそらく3月末までぐらいの期間は、この前払い金で飲食してたと思われます。なので、おそらくなのですが、枠井容疑者が返してほしいと言っている1000万以上という金額がざっくりしちゃってるのは、被害者女性に対して渡した前払い金のうち、実際にその中で飲食代として使った分の残金が、おそらく代 1,000万以上じゃないかなということで和井容疑者本人も正確に残金を把握してないからざっくり1,000万以上という金額でいってるってことなんじゃないのかなと思うんですよねああじゃあそれでいくなら確かに金額がざっくりしちゃってるのも確かに金を返してほしいって主張だけが一貫してるのもま納得な気がするでもそれでいくと結婚するためにこの金が必要だったとか金を被害者の女性から要求されてたって話ではなくなるけど和井容疑者は自分の父親には金を持ってこいと言われたと言ってますが警察に対して その話はしてないですからねまあ父親に対しては付き合ってもないくせに秋には結婚するとか言っちゃってるぐらいにして自分にとって都合のいいストーリーで話しちゃってる可能性あるけどまあ警察相手じゃそういうわけにもいかんもんな。 結婚するたために車やバイクを売れれとと言われたとか平沢さんからお金を要求されたとか店をオープンするのにお金がかかるからお金を貸してくれと頼まれたから貸したとかそういう供述は警察にはしてなくて涌井容疑者が警察に話しているのはお店を応援するために金を渡してたお金を返してほしかった自分は被害者だって話なんでなので涌井容疑者が警察に話している供述内容から見るにまず言えるのは今回殺されてしまった平沢さん被害者女性が結婚詐欺的なことを仕掛け てたとか、涌井さんに対してお金を自分から要求してたとかではないんですね、今のところ涌井容疑者の供述にはお金を要求された等の話は出てきてないんで。 ってことは何和井は頼まれてもないのに自発的に金用意して被害者の女性に渡したってことかよ。まあそんな夜の店のいた客あるあるではあるからありえない話では全然ないけどまあだからどういう話になってたかは分かりませんよ。和井容疑者が新しいお店オープンするのに大変だと思うから「おでお金用意したよ」「おで応援したいからさお金受け取ってよ」って言ってたかもしれないですし「おで車とバイク売ってよ車とバイクより大切なものを見つけたんだぞそれは君だよ。 とか言って、まあ、お出と結婚してくれとお金を持っていったのかもしれないしそれに対して平沢さん被害者女性が何て言って受け取ったかは分かりませんが、まあ、お金持ってこられたけど、まあ、ただ受け取りますってわけにもいかないから、まあ、前払い金ってことで受け取っておくからこのお金で飲みに来てねって受け取ったのかもしれないですし。 ただ現在出ている供述内容では殺された被害者女性の方からお金を要求されたとか結婚するならお金が必要だから車でもバイクでも売ってお金を用意しろとか言われたなんて警察に対して涌井容疑者は供述してないので、まあ、なので今現在出ている事実ベースで話を進めるのであれば被害者女性は結婚詐欺師だったとか頂き女子的なことをしてたんじゃないのかなって決めつけられるような根拠はないんですよね。まあそれは話とししてて飛躍しちゃってるもんな、まあ見せ しか会うことないのに付き合ってると思い込んでとか付き合えないなら今まで店で使った金返せとか女の本名すら知らないくせにガチで結婚申し込んできたりとかまあいた客あるあるだけどまあこの食いっていう人殺しもおそらくその類なんだろうなまあだとしても。 だとしてもなのですが枠井容疑者の供述にある通りおそらく前払金として渡してたお金飲食代である程度使ってたのだとしてもまあおそらく1000万以上を使わずに残ってたのだとしたらそのお金さえ被害者女性も返していればこんな事件は起きなかったかもしれないその可能性も全然ありますいやそれ言ったらそうだよそりゃそうだけどこの店自体がもう潰れてるんだろ結構早い段階でまあそうですねまあこれももちろん使ってない前払金があるなら 涌井さんに返すのが当然だろうって、それはそうなんですが。 ただそうもできなかったというかその原因すら涌井容疑者が作ってるやんっていう節があるじゃないですかああそうね2022年の3月一旦ストーカー被害が収まったとして警察の対応が終了してすぐのあれね体の関係を迫るようになったってやつそうなんですよね前払い金として金を渡してるからといってだから体の関係を許さなきゃいけないなんて道理が通るわけないじゃないですかで真偽は不明ですが店の中で暴れたとか店のもんを壊したなんて話も出てるぐらいにしてなんで、まあ、まあ普通に考えてこういうお店でお客さんが体の 関係を求めてくることなんてまあそれ自体もざらにあることではありますがそれがやはりあまりにも高圧的だったりしつこかったり、まあな,んなら涌井容疑者は被害者女性の自宅の前で待ち伏せをしてたって前歴もあるので身の危険を感じて出禁にするっていうのはまあ当当然然ちゃ当然なんですよねでもちろん出禁にするなら出禁にするでじゃあお金は返すよって話にもなりますが。 涌井容疑者のこの必要なストーカー被害により平沢さんの店の営業にも深刻な被害を与えていて3月下旬にまあ必要に体の関係を求めてくる涌井容疑者が店を出禁になったのですが再び4月に自宅前で待ち伏せこの待ち伏せがあったっていうのが4月の何日頃かは分かりませんがこれもちょっと正確な日にちではないのですがだいたい4月30日頃からですね店がオープンしてから数ヶ月しか経っていないにもかかわらずストーカー被害の深刻化という いうことを理由に店を休業に追い込まれてしまったんですね。マジかよ。 そこから少なくとも涌井学が逮捕される5月25日ぐらいまでは少なくとも休業してるみたいです。なので、少なくとも約1ヶ月ぐらいの間は営業できてない状態だったんですね。つまり店としての売り上げはゼロ。その休業の原因は涌井のストーカー行為にあるわけだから、その分の損失は板客ストーカーの涌井が賠償するべきだろ当然。まあ本来そうあるべきだと思いますよ。なのに残ってるであろう前払い金は返せなんてそんな虫のいい話ねえわな。だから和 容疑者からしたら前払い金で渡してた分の、まあ、1000万以上残ってるけど出禁にするならそれを返してほしいって思ってたかもしれませんが平沢さんの気持ちを考えれば店を少なくとも1ヶ月近く休業させられてるわけなので前払い金が1000万以上だとしても涌井容疑者に与えられた損失分を考えれば返す必要のないものと思ってたとしても不思議ではないですし店を休業せざるを得ない原因を作ったのは間違いなく涌井容疑者なのでお金は返せませんよ まあこれしょうがないと思いますしかし枠井容疑者には自分が加害者であるという意識は全くなくむしろ自分は被害者なんだと警察に言っててそれ話はもつれるよなというかまあ、枠井容疑者自分のことしか考えてないんですよねで結果殺したわけだからないやマジで身勝手1ミリも同情できねえ,えにもかかわらずさ なんでこのまま人殺しの男が世間から擁護されてむしろ殺されて当然みたいななんでそんな風潮なってんで涌、まあ、井容疑者の被害者意識ストーリーに便乗した情報発信者が圧倒的多数だからそれは世間もそういうふうに誘導されちゃいますよね最近では頂き女子リリちゃんの件もあったのでその件と結びつける人も当然出てくるわけでただ涌井容疑者の供述内容とかその他諸々の経緯を冷静に見てみると今世間で蔓延している殺された女性の自業自得だとかむしろ涌井容疑者は被害者だみたいな なのはまああとはやはり貴重な車とバイクを売ったってまあ話が余計若井容疑者を同情させる一因にはなってるんじゃないですかねまあもともとの話では若井の父親への取材の発言で結婚したかったら車とバイクを売ってこいって女に言われたみたいな話になっちゃってたもんなもともとお付き合いもしてないのに結婚って話になっちゃってる時点でおかしいですし実際に交際実態も確認されていない若井容疑者も警察への供述で車とバイクを売って お金を渡したとありますが店を応援するためにとも言ってますし被害者女性に売れと言われたなんて供述はしていない2022年、涌井容疑者が逮捕されたときにあのストーカーの容疑で逮捕されたときねお金を返してほしいとの話を涌井容疑者は警察にしていますがその際、涌井容疑者はお金を貸したとか渡したなどの証拠を警察に出すことができなかったことから弁護士に相談するように促しています。まあ事実ベースととしてて被害者の女の人の女人かから枠井に金を持ってこさせたとかそう そそういうういいいい証証拠ももななければ枠井自体もそういった証言はしていない頼まれてもないのに勝手に車とバイクを売って頼まれてないのにその金を渡して前払い金ってことで被害者女性も受け取ったけどその後ストーカー化して自宅で待ち伏せしたり店の外で待ち伏せしたりして通報されてその時点では出禁にならなかったけどまた同じことを繰り返して自宅前で待ち伏せして体の関係を執要に求めてコロナ禍で大変だったろうに涌井のせいで店は休業に追い 追い込まれて損失もかなり出てるだろうにのくせに渡した金返せとかでまた付きまとって書面での警告を受けてからわずか5日以内にまた付きまとって警察に逮捕されてで1年間の禁止命令が解けてから数ヶ月後の2024年5月8日被害者女性の自宅前で待ち伏せしてめった刺しにして殺すうんこれのとこに同情できる要素があるんだマジで。 まあこれネットやばいなと思ったのが2022年6月に起訴猶予で釈放されそこから1年間、ですね被害者女性への店や待ち伏せとか付きまといとかしちゃだめですよっていう禁止命令を受けているのですが1年後の2023年6月に被害者女性の希望で解除ということでまあこれニュースの映像を画像として貼っつけて投稿してるんです。がこちら 例の頂き女子事件女は返金を要求された後男性をストーカーで訴えて遠ざけることに成功しているそれにもかかわらず禁止命令の解除を希望これうまくやればもっと絞り取れると踏んで接近を試みたのではと予想 まあこのツイートに1.3万いいねとかいう,もう地獄みたいな投稿があってまあこれ僕よりずっとチャンネル登録者数もいて再生数多い YouTuber さんらもこれわざわざ禁止命令解除したのは不自然だよねとか確かにこれまた取れると踏んで解除した可能性あるよねとか言っていてまあ見てて悲しくなったんですがストーカー規制法の禁止命令ってのは有効期限があって 有効期間1年なんですよその間、警察から状況確認の連絡とかがまあ、確か月1ペース、まあ、そこら辺とかはちょっとよくわからないんで、あのかなえ先生とかの YouTube とか見てもらった方がいいと思いますが、まあ、有効期間が1年でで、期間が満了したらそれを延長する。 ためには再度手続きをしなければいけないんですねなので特に禁止命令中に音沙汰なくストーカー被害がなくなった解決したっぽいなってなって期間満了したらそこから延長をしないっていうのは全然ある話なんですよねそれをなんかわざわざ禁止命令を解除したのは不自然だよねとかまた絞り取ろうとしたんじゃねっていうのは、まあ、一応人が亡くなってる件なのでもうちょっとちゃんと調べてから喋った方がいいんじゃないってのは思いましたねまあでもうちも結構適当なこと言うやん、うん、うまああとあれです ね、この件がここまで殺人犯を擁護する同情の声が大きかった理由の一つとして、まあ、車とバイクを売ったって件ですよね僕車興味ないからわからないんですけどなんか国宝級の代物みたいな言われ方してたんで国宝級ってったって金に換算したら1000万か2000万ぐらいのもんなんだろまあそうなんですけど一部のマニアからすればそれはそれはすごい代物みたいなんですよ年数経ってるのにかなり状態も良かったみたいで枠容疑者の尋常じゃないぐらいの車やバイクに対する強い愛情 それを手放してしまったということへの気持ちを考慮するとやはり車好きの人からしたらどうしても同情してしまうってうのはあるみたいですまあでもそれってあくまで車やバイクだから同情されてるってだけだろ、まあ、俺も車興味ねえからマジでだから何って話だしたまあ、何でもいいじゃん国宝級の車売って金にしましたでもポケカ売って金にしましたでも市場には出回ってないからもう車は帰ってこないんだっていうならまあじゃあ遊戯王のカオスソルジャーなんてもう市場には出回ってないし過去に9億の値段つけられたこともあるしいやカオスソルジャー手放してまでお金 作ってたんだとしたらまあそれはそれでデュエリストの人たちが同情するんじゃないですかねだから別に何でもいいんだよ車売ろうがポケカ売ろうが遊戯王カード売ろうが風俗場が体売って5000万だ1億だホストに見通号がマジで関係ないもう希少価値がとかもう手に入らないだとか いい加減にしてくれ失われた命は戻ってこれんだ命なめんなクソがまあ、加害者に同情する声もあれば被害者を殺されて当然だの自業自得だの言われてますがただですね今現時点で出てる情報でこの被害に遭った女性を詐欺師だったんじゃねえかとか頂き女子的なことをしてたんじゃねえかとかっていう投稿が蔓延してるのですが。 現時点ではその根拠になるものは何もありませんよと、本当に今回殺害されてしまった女性ですね、まだ若いのにこんな終わらせ方されて、本当に無念だったと思います。ご冥福をお祈りするとともに、涌井容疑者、この非常に身勝手な人殺しに対しましては、厳しい罰が下されることを望みます。今回ははここままままでとととなりますす面白いい思ったた方はチャンネル登録と高評価よろししくお願いしますじゃあまた